はい、どうも、こみです。さて、本日もこちら、関西クラクラクラブからですね、お届けしていきたいというふうに思います。で、本日のテーマは、インビジですね。よくですね、突撃艦にスーパーウィザード入れて、インビジの呪文を使うというやつね、皆さんやられてると思うんですけども、あれ、ちょっとインビジが早すぎて、なんか、2発、3発使うちゃったけど、本当は2発良かったなとか、逆に、もうちょっとってこう粘りすぎて、スーパーウィザードが全部やられたとか、結構ありません、そういうこと。あの悔しさをなくすために、どうしたらいいんだろうというところをですね、本日は話をしていきたいというふうに思います。という自分もね、結構やるんですよ。僕、欲張りな方でだいぶ、いつも欲張っては失敗するんですけど、まず一番うまかったのが多分これジョーガーさんですね。この破壊がね、多分ここ最近のクラン対戦では一番やばかった。まあ、そもそも美味しいんですね。3ホールが壊せて、で、投石機、インフェルノ、クロスボウがやれる。で、ここ。突撃艦を落とす瞬間にインビジ落として突撃艦割ってレイジをすぐにかけて2つ目の呪文を使う直前に2個目また一発打って2つ目の呪文を使う直前に2個目のインビジ、これなんですよ。要するにインビジの呪文を使うタイミングっていうのはスーパーウィザードが2発目のすいません、喉の調子がね、相変わらず悪いんですね。2発目のインビジの呪文を使う直前に、出すというのがね、ポイントです。で、これを結構意識してやると、スーパーウィザードの、隠れ、ミノンがずっと取れずに、延々と施設を殴ってくれます。で、ジョーカーさん、これもう完全にですね、シングルインフェルノはもう捨てましたね。そこまで別に、壊す必要ないっていうことを多分踏んだんでしょう。ここにある施設っても、シングルとエアスイーパーと、あとクロスボウがありますけど、全部ね、シングルはちょっと影響はするかもしれないけど、基本的には、ラパルに影響しない、施設になってくるので、そんなに。もうここは別にいいやっていう感じで残したんでしょうね。むしろインビジを別のところに使おうとしたんだと思います。で、あ、間違えた、ごめんなさい。いや、これうまいな、やっぱり。ジョーカーさんのプランは本当にね、ラバルを使う前のスーサイドが綺麗で、ここの部分が完全なくなってますよね。なんでバルーンたちが回すというよりも直線でこう動いていくような、そんなようなルートがもう出来上がってしまっています。そうするとだいぶ安定するんですよね。で、さらにこれ、アイスハウンド。これね、多分使いどころすごい考えてると思うんですけど、これシングルインフェルノにアイスハウンドがあんまりたげられずに、でも、対空砲についたときに、投石機のタギを取ってくれる。このパターン一番美味しいんですよ。なんでかっていうと、アイスハウンドって、一番まあ厄介なのは、シングルインフェルノなんですね。これにタギられちゃうと結構すぐやられちゃうんですけど、そうでなければ、対空砲の攻撃をね、半ば無効化、まあ完全無効ではないけど、だいぶ、対空砲の被ダメージを減らしてくれるんですね。要するに、遅延効果入るんで。で、減らしてくれて、自分自身が長生きしてる間、ずっと投石のターゲットを取り続けてくれるんですね。これめちゃ美味しくって。で、今度アイスハウンドが、それでもまあやられちゃうじゃないですか。で、やられても今度は、弾けた瞬間にまた、フリーズ効果がかかるんで、めちゃくちゃですね、投石機を完封してくれちゃうんですね。これが美味しいんですよ。でここを結構意識して多分ジョーカーさん使ってんだろうなというふうに思います。さて、もう一回見ていきましょうかね。今の、パターン。どんな風に多分やってるかっていうところちょっとね、自分なりに解説していくと、まずはバルーンを持っておきます。持って、黒風船チェックですね。もう一個チェックしたところで突撃艦を打ってすぐにスクロールしてインビジの呪文を手元にタップしておきます。で、インビジを落としてもすぐ突撃艦連打。で、落としてすぐ今度ここにレイジかけるんですね。バーンって。で、1、2個。2発目打つ直前にもう1回インビジかける。で、2発目打つ直前にまたインビジかける。ですね。って感じ。わかりますかね、これ。こういう、ものの持ち方、今その、呪文の持ち方とか、かけるタイミングの測り方っていうのをしていくと、完璧な、突撃艦スパウィズインビジができてくるということですね。だから、やっぱりポイントは、2つ目の、呪文っていうか、なんていうか、その、スーパーウィザードの呪文。だから、攻撃。イエーイっていう、ほら、イエーイっていう、バリバリバリってやつ。あれを、一発目で、焦って追加のインビジ使うんじゃなくて、一発目打って、二発目を貯めて打つかなってところでもう一回インビジブス。このタイミングが、めちゃくちゃ、ちょうどいいです。で、まあ、欲張らずにですね、インビジの効果が切れないようにずっとやっていくっていうのが、まあ、一応ベターですかね。僕結構欲張って、いつも、インビジの呪文が切れちゃってね、やられちゃうんですけど、皆さんそういうことがないようにね、ご注意してもらえたらと
というふうに思います。まあ、ここからのソラパート本当にうまかったですね。素晴らしかった。さて、このうまいソラパート、ちょっとまあさっき見てもらいましたので、一旦ごめんなさい。ちょっとね、外させていただいて、あともう一個ね、良かったのがこれですね。若干、今度は、インビジの呪文を使うのが早いんですけど、でもやっぱりね、これが美味しい。ここすごく美味しいの分かります？ここ。タウンホールがあって、援軍が連れて、クロスポー、2機プラスインフェルの、投石機。ここに、突撃艦持ってきたいけど、ちょっと遠いなって場合、ラバーハンドでターゲットを取ってからの、インビジ先打ち突撃艦を落として0時です。でもこのパターンってほら、今、スーパービーザーが攻撃する前にインビジの呪文が出ちゃったじゃないですか。これ若干早いんですよね。ちょっと早かった。っていうのが、まあ少し、もったいところはあったんですけど、だけどですよ。まあ、それでもね、やっぱこんだけのアドバンテージが取れちゃうので、まあ、安全にしっかりとコムゾーさん今、ミスらないようにね、インビジを早く打ってきましたけども、これぐらいでもいいんだと思います、本当は。なんていうの、もう徹底的にアドバンテージを完璧に取っていこうと思うと、まあ、それなりに練習すればできるんでしょうけど、さっきのジョーカーさんみたいに、慣れないうちは、2個使って、別に、スーパービザードがね、しっかりと、4体とも生き残ってくれて、攻撃してくれるような環境を作る。それができれば、もうこれで、だってほら見てください、これ。もうここがっつりこれ削れてるんですよ、こういう風に。これで。じゃあもう、あとはもう、ね、ディガオグ回すだけじゃないですか。こういうパターンに持ち込めちゃうので、もうぜひぜひですね、まあ、僕自身の自分に対する戒めも込めてなんですけども、無理はしない方がいいよな、ということですね。こんな感じで、少し奥目にあった場合っていうのは、ラバーハウンドも添えて、突撃艦を当てていくし、さっきのジョーカーさんみたいに手前にある場合っていうのは、バルーンで、ホーミングチェックしてから突撃艦を出していく。まあ、この辺っていうのは実際に何度か自分で使ってみて、このくらいの距離感だったらいけるかなっていうのを、確かめてもらった方がいいかなというふうに思います。で、もう一個強調したいのは、これですね、レジェンドでやる場合には当然、ラバーハウンド毎回持ってちゃうともっとないんですけども、対戦でする場合には、これ壁は弱いけど、防衛数は結構簡素級にも上がってるんですよ。で、それ相手に見てください、これ。全然楽勝でいってるんですね。ギガホグの数そんなに足りなくなってないじゃないですか。今これトーム発動するような余裕さですよ。裏側からロイヤルチャンピオンを刺して、もう時間切れ防止を狙ってる。プラス、ここにボムタワーがあるんで、このボムタワーロイちゃんで壊しちゃおうっていう考えでしょうね。ロイちゃんが、シールドの能力発動して、これでもう全開です。全然ユニット余裕じゃないですか。30枠ラバーハウンドに割いたけど、そんな全然そんな意にも返さないぐらいユニットが残っちゃうので、だから結局突撃艦スーパーウィザードのアドバンテージがどんだけ取れるかというところ、今、ポイズンと、いやこれ、あれか、フリーズをどうやったのか。それでも呪文も余ってるんですよね、だから。なので、美味しいところがあるんだったら、ラバーハウンドを使ってもこうやって、突撃艦を届けていく。っていう方法は、ラバールをやる方だけではなくて、ディガホグする方も全然使える方法です。っていうところですね。やっぱね、インビジの呪文のタイミング、まあ、そこに関しては少しね、今の、攻めっていうのは、ジョーカーさんの攻めに比べて少し、インビジの呪文が、100% スーパービーダーの攻撃に寄与はしなかったですけども、うまかったですね。やっぱりその、まず、アイデア。突撃艦をそこに当てようっていうアイデアと、それを絶対にミスらないようなバックアップのインビジの呪文も含めた使い方っていうのは。まあ、これはですね、PS というかそのところに少し、自信がないな、心配だなって思う方は、ぜひね、真似してもらったらいい方法だと思います。すごくうまかったです。で、もう一個は、これですかね、これ、ミッチーさん。これもね、ラバーハウンドを使う攻めですね。ちょっと見ていきましょう。これね、よく、皆さん、当たると思うんですけど、こういう村。めちゃくちゃここに、季節が溜まってますよね。だけど、こっから突撃艦を当ててもあんまり美味しくないんじゃないですか。絶対この辺って罠がたっぷりあるでしょ。ここ、こういうところ。テスラは入ってくるし。で、エアスイーパーもこう効いちゃってるもんだから、突撃艦を当てて、行った時に、吹き戻されちゃう可能性もね、ちょっとあったりしたり、あとは、ここにロイちゃんとか、アーチャークイーンに撃ち落とされて、タウンホール壊せないっていうリスクを感じたりしませんかね。そういう場合も、これ、突撃艦を出す時に、ラバーハウンドを添えるという方法が結構有効です。これね、同じように、まあ、ニットのレベルに対して、まあ、施設が若干こう弱いんですけど、まあ、突撃艦プラス、そのラバーハウンドに関しては別にそんなね、何の問題もないような、
ボイスのレベル関係なくうまく決まってますので、見ていてほしいなと思います。これ、突撃艦をここまで持ってきちゃうんですよ。ここまで。で、落として、インビジかけていって、で、投石とタウンホールがインビジの呪文の外にありますね。これ、神業的なインビジだな、これ。マジで狙ったのかな、これ。絶対自分できる気しないんだけど。で、さらに、インビジ重ねて、スーパーネクロマンサーでには、スーパー、ガーゴールが処理しましたね。完全に。防衛まで処理しちゃったから、ここ、ガーコーンってここ全部削って、で、さらにスーパーウィザーがここから外からこう中の方から外の方からこうね、削りを入れてってますね。やーばい削り。で、グランドオーデンオデヒーで、まあ、ちょこっとね、削りを少し深めていって、で、主力の、ネクロ、じゃないわ、ペッカボーラー、すいません、イエティーボーラーを出していくというところですね。このジャンプをかけてど真ん中にぶち込んでいくという感じです。このプランニングはうまいなぁ。なかなか考えつかなかったけど、でも、こういう家屋に火力が集中している村を相手にする場合、この発想ってめちゃくちゃ役立つんじゃないですかね。自分もこれからちょっと使わせてもらおうかなと思いました。突撃艦の、まあ、体力的にかなり余裕があったので、手動で落としてましたよね。このエアスイーパー食らってたから。手動で落としてましたけど、だから、体力的には別に落とされて落ちたわけじゃないっていう、そこがポイントですよね。全然、この距離を突撃艦が、ラバーハウンドと一緒に行くんだったら走れるんだっていうことが分かったっていうのがでかいですね。で、このプランニングも本当に、うまい。ここら辺に関しては全部、ペッカ、イーティとボーラーで壊すんですけど、ここが残っちゃうからっていうね、ロイヤルチャンピオンをここに当てるんですね。焦ってこっちがロイヤルチャンピオンを出したことは結構多いと思うんですよ。とりあえずイエティとボーラーをサポートして最後までイエティボーラーを生き残らせようっていうふうに思って出しちゃう人多いと思うんですけども、今回のミッチーさんのうまいところは、ここが残っちゃうから、わかってるから、ジャンプの呪文ここに打ったら絶対ここ残るから、そこにロイちゃん当てていこうっていう。そうすることによって、序盤突撃艦イーティって若干時間をね、たくさん使ってましたけども、最終的に時間のロスっていうのを、ほぼ最小限にして、もう回収のスーパービーザーとか、豪華ですね、この回収。スーパービーザーで回収するか。今、12時方面歩いているし。で、ユニットも、グランドウォーデンのトーム、クローク、トームこれ使い忘れたとかだ、もしかして。あえて使わなかったのか、そこは定かではありませんが、を残していて、かつヒーロー全部生き残ってるというね、この状態。だから、これだけのアドバンテージが取れてれば、まあ、おそらく、防衛のレベルがマックスでも、多分、ミッチさん余裕でこれ全開したでしょうね。っていう、のが見て取れる。まあ、そんなような、突撃艦スーパー、ウィザードの扱い方だったなというふうに思います。で、ちょっとね、今までのところっていうのは、今の攻めっていうのは、ラバーハウンドの使い方に少しスポット当てちゃいましたけども、もう一回ですね、インビジの呪文の、タイミングにもう一回スポットを当て直します。まださんね、これ惜しかったんですよね。これね、まさに僕がよくやる失敗と本当同じ。おそらくご本人超悔しかっただろうなと思います。これね、エアスイーパーで吹き戻されるの分かってるんで、ラバーハウンドは当てていってますね。呪文の枠の方を節約したかった。で、ここで落ちて、はい、落ちました。で、インビジかかってますよね。レイジかけます。ここまで完璧。なんですけども、この後、インビジがちょっと遅かったんですね、これ。あと場所がずれちゃったんで、スパビスが2体やられちゃいましたね。で、このままなんとか頑張ってるんですけども、数が足りなくなっちゃって、で、またここで、ほら、2発目を打った直後に、今分かりました。インビジが解けたの分かりました。2発目を打つ前に打たないとインビジ解けちゃうんですよ。なんでそこで、スーパービーズとかやられて、本来壊したかった、ここが壊せなかったっていうね、ことが発生しました。まあ、今回おそらくマサさんが、ラバーを持ってた理由っていうのは、これめっちゃここに使用室が固まってるんで、とにかく意地でも、ここに入れたかったっていう、まあ、そこは成功しますよね。で、そのためにラバーハウンドを当てていった。さらにインビジの呪文いっぱい持っていかないと、こんだけここを歩かせようと思ったら、歩かせ続けながら壊そうと思ったら、インビジの呪文2個とか1個じゃ、3個じゃ足りねえだろうと思って、がっつり持っていったんで、フリーズの呪文とかを下手なところに使いたくなかったなと思うんですよね。で、ラバーを使った突撃艦パートを選択してたと思うんですけども、まあ、そのインビジの呪文をね、全部使い切ることができずに、やっぱり、スーパービーザーとか落とされちゃったっていうのはちょっと多分ショックだったと思いますね。まあ、気持ちはね、もう痛いほどよくわかりますよ。自分にしょっちゅうあるんでね。まだ、そんな感じです。なんで、やっぱりですね、使うときには、2回目の、スーパービーザーの攻撃の前に、ギリギリ直前ぐらいに効くような感じで打っていく。っていうのがポイントかなと思います。もう一回、ジョーカーさんの見てみましょうか。
これうまかったんで本当にね、多分完璧なタイミングで全部やってます。こんな完璧なのは多分ないので、まあ、これを目指せば結構いいんじゃないかなって個人的には思います。はい。バルーンをタップしておいて、今インビジの呪文ですねをタップします。で、落として、突撃艦連打インビジを効いているところに突撃艦が落ちる。で、今レイジの呪文がこれ起こしてるの分かりますかね。こういうね、レイジの呪文が即レイジですね。はい、これはもう多分指に覚え込ませるっていうかパターン化してるんだと思いますけども。で、もう一個うまいのは、これ最後のワンポイント、場所です。壊したい施設がインビジの呪文の外側にある。これすごく重要で、壊したくない施設をこういうところインビジの中に入れてるっていう。そうすることによってスーパーウィザードが上方面になると下方面をたげてくれるのが分かりますよね。なんで必ず、スーパーウィザードの攻撃がタウンホール通す時にこう入っていくわけなんですね。こういう風にドドってこういう風にバババって、このやっぱりインビジの書き方っていうのは、まあ、絶妙ですよね。本当にこれはうまかった。こんな感じですね。で、インビジの呪文3発であれば、レイジの呪文を後打ちすることによって、最後までちゃんとレイジが効いたまんま、スーパービザーとか攻撃していきますので、今の2個目の攻撃を、2回目の攻撃を打つ瞬間に次のインビジを効かせるっていうね、このタイミングと、レイジのタイミング、突撃艦とか、インビジに、こう、なんていうのかな、指を持っていくタイミング、ぜひね、この辺っていうのを、今のこの調査の先輩の参考にならしてもらえるといいかなと。で、ラバーを使う場合っていうのも、基本的には、まあ、序盤ラバーをね、突撃艦の前に出すっていうだけがポイントであって、それ以外は全部今のこのパターンと同じですので、突撃艦を落とすタイミングだったり、インビジを効かせるタイミング、レイジをかけるタイミングですね。まあ、みんな変わらないので、でぜひですね、今のパターンぐらいに、呪文の、落とすタイミングが決まるようにですね、やってみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。てか僕もやろう。マジでね、もうスーパービーだとしょっちゅう殺すんでね。本当に。練習しなきゃダメだな。結構言われるんですよね、クラのメンバーに。コミさん遅いっすとか言って。いや、わかってんだけどね、みたいな。わかってんだけどやっちゃうんだよ、みたいな、ね、感じで、いつも、言い訳ばっかりしてるんですけど。まあ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 、ぜひですね、皆さんのご参考のようになってくれたら嬉しいな、というところで、チョカさんのね、このアタック見ながら本日お別れしたいというふうに思います。もしですね、今回の動画、インビジの呪文の、ね、タイミングですね、あとはまあ、ラバーを混ぜた、パターン、参考になったよということであれば、グッドボタン、チャンネル登録、押してもらえるとすごく嬉しいなというふうに思いますし、これからもですね、タウンホール13だけでなく12、11も、ちょっと今休んでますけども、これからね、開ける準備、もできてますので、やっていきます。ぜひね、幅広いタウンホール隊、参考になる動画、これからもどんどん作っていきますんで、ご視聴いただけたら嬉しいなというふうに思います。というところで本日の動画は終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。